はい、バイキです、今回はウリエル使ってみたみたいな感じでイデアやっていきたいと思います。おでね、ウリエル動撃2種と戦型と耐弱と闇のジョーカーつけた状態で、あと紋章ね、あ紋章か、紋章もまあそうや、なんちゃうね、そのカウンターキラーが乗った時の破壊力で、ね、1体いるだけでこのスピードアップとかでやっぱり全然違うんで、ね、立ち回り方も。もう全然下手くそ。次行こうかな。スピードアップがいるってのは本当でかいよね。あっちもやれんかな、やれんか。ここも多分スピードアップが、おるってだけで多分倒せるんで。でね、友情が出ないんで、このこいつの処理はねちょっと大変なんで、やっぱそこら辺やっぱ友情の強いキャラを入れていく必要はあるんですけど、まあ艦隊とかで行く必要もないしね、1体いたらいいんで基本的に。うん、1体で十分と、ボスにも火力出るし味方もサポートにもなるんで十分1体でいいって感じ。こっちはもう揃えてやって、あら揃わんかった。あ、まあ、でも案外いいかも。こうしようと倒せんかな、両方電撃と。あ、倒せんかった、意外と硬えな。ウリエルのターンはね、オッケー。もう殴りがとにかく強いんでね、かなり優秀。一体ただブロックがね外せないんで、他のプレイヤーだとこういうことができる、プレイヤーで他のキャラだとこういうことができるんですけど、これがちょっとできないのは、あやべ、めちゃくちゃあれ当たっとったブロックに。そこら辺はねちょっと難点かも。まあでもそれを補えるぐらいのね火力が全然あるんで。あ、ミスった。でその弱点じゃないところでも今ぐらい出るんで、結構優秀というかね、他のキャラだったらほらこれぐらいしか全然出ないんで、結構過激持っとってもね、そこら辺はほんと優秀っていううちに結構ピンチだったりするんで使っちゃうけど、でブロックほんと外せんっていうのはねちょっと痛いかなって感じ。どうしようかな。オッケー。で、あとは、どうしようかな。あ、当たらんかった。まあいいや。で、ここも、多分スピードアップがあったら全然削れる。あ、強い。サポートとしてかなり優秀。
それできんの本当ちょっときついけど、これをできんのは本当にきついけど、このサポートがあるんでそれだけで十分仕事してくれる感じ。こいつは一回倒していく。普通やったらね、これやったらもう帰ってこれないんですけど、スピードアップがあるんで、あ、ずれた。結構やってくれるというかね。あ、やべ、ミスった。アベルでもこんなもんしか削れん、他の弱点やったら。全然削れんな。あ、違うとこ行っとうし。で、ウディエルのターンがね、ちょっと削るのは大変やけど、もうこうやって他のキャラのサポートだけで十分仕事してくれるんでね。おお。ちょっと適当に打ちすぎやね。スピードアップあるとちょっとね、適当にやっちゃうところあるよね。これも多分帰ってこれるんで、うん。スピードアップありきの弾き方にはなっとうけど。全然そんだけ楽になる。ここはもう、あ、そう、これ外せんのか。ここが外せんってことは、あ、でも、まあ、うん、それで一体倒して、どうしようかな。あ、倒せんかった。うん。あ、これでいいや。これで多分倒せられて、いいサポートになるんじゃないかな。うん。このスピードアップがいいサポートに。倒すか先。先にこいつを倒してしまった。おい、まあいいか。行きたくなるな、これでも。倒すついでにあっちまで行けんかな。あ、行けんか。殴ってねえもんな、一回も。うん。あー、全然削れんな。あ、強い。やっぱアベル強いな。お、あ、違うとこ行った、全然。いや、移動してほしかったね。うん。いや、カウンターキラー強い。で、ラスベンカ、どうしようかな。あ、いや、たわんやろうな。やめとこ。先に。あいつ倒そう。うん。で、これ
ち倒して倒せるとこはね結構しっかり倒していけば、ついでに倒せんかな。ああ、倒わんかさすがに。倒せ、しかもこいつも倒せてないし。あわよくば。オッケー。で、ルーチーを呼ばれるんで、それを処理して、ああ、打ってもよかったけどね、今。打つかな。あ、全然違うとこ行った。ちょっとカッコつけた打ち方しちゃったら、あ、もうウリエルがあそこおる時点で多分大丈夫じゃないかな。やっぱサポートありきでの打ち方なんで、ウリエルの普通だったらたわないんでね、あそこ。あ、やべ、ゆっくりすぎたかな。あー、たわんかった。うん、いや強いね。楽に、かなり楽になる。ギミックに対応したスピードアップはかなり楽になるね。SS、アロンズロット使ってないぐらい。